山くん、中国でずっと撮影してたらしいです。なんかちょっと言葉とかも大変だったんじゃないですか。そうですね、セリフが全部中国語だったので。いや正直大変でした。大変でしたけど、これは大変だ。丸暗記、丸暗記です、ね、中国語は初めてですか。初めてです。それで、まあ、撮影に入る2ヶ月ぐらい前から中国語を勉強し始めまして。ちょっと喋ってもらっていいですか。ちょっと聞きたい、なんか覚えてるセリフあります。セリフですか。何でもお言葉でも。感觉好像加拿大人便宜っていうのがあって、めっちゃ滑らかだ。本当すごい。で今ちょっと間違ってる部分もあるんですけど、これはちょっとちょっとした得した気分だって言ってるんですけど今は。